はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は国語が苦手な人のための動画、詩です。第二次世界大戦、日本がアメリカと、中国、イギリス、オランダ、世界中を敵に回して戦争してた時の詩です。木琴、金井正。妹よ、今夜は雨が降っていて、お前の木琴が聞けない。お前はいつも大事に木琴を抱えて学校へ通っていたね。暗い家の中でもお前は木琴と一緒に歌っていたね。そしてよくこう言ったね。早く街に赤や青や黄色の電灯がつくといいな。あんなに嫌がっていた戦争がお前と木琴を焼いてしまった。妹よ、お前が地上で木琴を鳴らさなくなり、星の中で鳴らし始めてから間もなく、街は明るくなったのだよ。私の他に誰も知らないけれど、妹よ、今夜は雨が降っていて、お前の木琴が聞けない。さあ、確認してみましょう。木琴です。さあ、この人ね、兄弟がいます。作者にはどんな兄弟がいますか？そう、妹が一人いるんです。さあ、今夜は雨が降っているから、さあ、お前の何が聞けない？そう、木琴が聞けないんです。さあ、妹はいつも大事に何を抱えて学校へ行っていた？そう、木琴を抱えて学校へ行っていたんです。さあ、暗い家の中でも妹は何と一緒に歌っていた？そう、木琴と一緒に歌っていたんです。そしてよくこう言ったね。早く街に赤や青や黄色の電灯がつくといいな。あんなに嫌がっていた戦争が、さあ、妹と何を焼いてしまった？そう、妹と木琴を焼いてしまったんです。妹よ、お前が地上で木琴を鳴らさなくなり、星の中で鳴らし始めてから間もなく、街はどうなったんですか？そう、明るくなったのです。私の他に誰も知らないけれど、妹よ。今夜は雨が降っていて、さあ何が聞けない？そう、お前の木琴が聞けない。木琴、金井正。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップもお願いします。では、今日はここまでにしましょう。